大門駅は東京都港区浜松町にある東京都交通局の駅である。浅草線と大江戸線が乗り入れており、それぞれ駅番号として浅草線に A09、大江戸線に E20 が制定されている。また、以前は大江戸線に限り浜松町の福駅名が与えられていたが、2021年から浅草線でも同じ福駅名が与えられている。 浅草線は相対式ホーム2面2線、大江戸線は島式ホーム1面2線を持つ地下駅である。開業当初は国道15号線地下の浅草線の駅のみだったが、世界貿易センタービル北側に面する形で大江戸線の駅が開業し乗り換え駅となった。両線は当駅でほぼ直角に交わっている。羽田空港、成田空港への利用客が当駅での乗り換えを、 スムーズにするために、ホームと改札内連絡通路の間には、エスカレーターが、改札外通路にはエレベーターが設置されている。なお、B1 出入口は、大江戸線開業時に設置していなかったが、浜松町スクエアのオープン時に新設された。改札外連絡通路には、大門の歴史を記載したパネルが設置されている。大門駅、務管区の所在駅であり、大門駅、 つとむ区、青山駅、つとむ区、五反田駅、つとむ区を統括する。浅草線駅業務は、東京都営交通協力会に業務を委託している。近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。駅名の由来となった、増上寺の総門もより停留所は、第1京浜にある。 大門駅前と浜松町駅前にある浜松町駅前。東京都交通局により運行されている。東京都交通局により運行されている。駅に近接している増上寺の総門を指す大門から由来する。大江戸線の駅は建設時に仮称として浜松町駅を名乗っていたが、駅名が決定した時に浜松町を副駅名として採用した。 乗り換え案内には JR 東日本と東京モノレールの案内があり、同線の開通に伴い、浅草線でも乗り換え案内がなされるようになった。ただし、浅草線の案内では浜松町の福駅名を一切用いていなかった。浅草線の建設当時、直上の国道15号大門交差点を立体交差化する計画があり、 当駅はその高架橋の基礎のスペースを確保した構造で建設された。後に立体交差化の計画はなくなったが、大江戸線開業時に、橋脚予定地のスペース部分に連絡通路を設けた。大江戸線の建設時、当駅近くにある汐留寄りのトンネルが最後の建設区間となった。建設の際は、地上を走る東海道新幹線や東海道本線の線路を移動し、 それぞれの電車の安全運行を確保しながら工事を行った。出店、ありがとうございます。